勝者の陰に敗者あり。競馬の世界でもシルバーコレクターの名のもとに、爪の甘さと月のなさこそが愛された競走馬たちが存在しています。ということで今回はシルバーコレクターを紹介していこうと思います。ステイゴールド。今やオルフェーブルやゴールドシップの父としておなじみとなったステイゴールド。2歳の12月にデビューし、3歳の5月に初勝利を挙げ、その後条件戦2勝の後、3歳の秋から6歳の春まで28連敗を記録します。そのうち2着が10回、3着は7回。 G1 は4歳児の春の天皇賞でメジロブライトの2着、宝塚記念ではサイレンス鈴鹿の2着、天皇賞秋ではオフサイドトラップの2着、有馬記念はグラスワンダーの3着、5歳児は宝塚記念でグラスワンダーの3着。天皇賞秋はスペシャルウィークの2着、どんな相手と戦っても2着止まり。重賞勝利もないまま古馬中距離路線のおなじみとなり、 G1 は解禁。ステイゴールドはその惨敗続きの歯がゆさが愛され、独自の人気を獲得していました。そんなステイゴールドの連敗が止まったのは6歳の春、雨の東京競馬場で行われた G2 目黒記念。鞍上に武豊を迎えたステイゴールドはついに2年8ヶ月ぶりに勝利を挙げ、念願の重賞初制覇を果たしたのです。この勝利に陣営は涙し、スタンドからはまるで G1 を勝利したかのような拍手が沸き起こります。翌年7歳を迎えたステイゴールドは G2 日経新春杯で重賞2勝目を挙げるとドバイへ遠征。当時の世界ナンバーワンホースファンタスティックライトを破り、当時 G2 だったドバイシーマクラシックで海外レースの勝利を収めました。その年の暮れ、引退レースとして選ばれた G1 香港バースを強烈な差し足で快勝。最後の挑戦で日本産日本調教馬による初の海外 G1 制覇を成し遂げたのです。こうして希代のシルバーコレクターステイゴールドは記憶にも記録にも残る名馬として歴史に名を刻んだのでした。シーキングザダイヤ。日本調教馬として初の海外 G1 制覇を成し遂げたシーキングザパール、その第一子がシーキングザダイヤです。父はストームキャット、母の父はシーキングザゴールドという血統で、期待を背負いデビューし、芝で6戦し重賞2勝を挙げます。ダートに転向し交流重賞3勝という成績を挙げました。しかし G1 となると1勝もできず、中央および地方交流戦で2着9回という記録を残します。鞍上に武豊や横山典弘、オリビエ・ペリエなどを迎え、レースではかなりの接戦にもつれ込むものの、結果はいつも2着。常にゴール前最後の人伸びが足りず、先着したことのある相手にも惜敗。こうして実力は示しながらも、結局 G1 を一度も勝てないまま6歳で引退しました。当時 G1 2着の国内最多を記録したシーキングザダイヤでしたが、その後不利要素が10回目の G1 2着を記録。こうしてシーキングザダイヤは G1 2着の記録でさえもシルバーに輝くこととなったのでした。ウィンバリアシオン。シルバーコレクターを語る上で欠かせないのが生まれた時代が悪かった馬。同世代のスーパースターとは光と影のような存在です。ウィンバリアシオンは10番人気で迎えたダービーをオルフェーブルの2着、3着のベルシャザールには7馬身の着差をつけ、実力と存在感を示すことに成功します。秋を迎えたウィンバリアシオンの前に立ちはだかるオルフェーブル。神戸新聞杯を2着、本番の菊花賞でも2着、オルフェーブルの3冠達成に花を添えたウィンバリアシオンはオルフェの引退レースの有馬記念でも2着、またしてもオルフェーブルの引退レースに花を添えました。そして4回目の G1 2着はオルフェーブルの引退後の2014年の春の天皇賞。ここではフェノーメノの史上3頭目の天皇賞春2連覇にも花を添える形となったのです。ヴィルシーナ。生まれた時代が悪かった馬、2頭目はジェンティルドンナ世代のヴィルシーナ。ヴィルシーナの前に大きく立ちはだかったのは、競争生活で最大の壁となるジェンティルドンナ。桜花賞、オークス、ローズステークス、秋華賞、すべてのレースでジェンティルドンナの2着。その後ジェンティルドンナはジャパンカップに向かい、ライバル不在となったエリザベス女王杯でヴィルシーナは1番人気に支持されるもレインボーダリアの2着。ジェンティルドンナは牝馬3冠に加えジャパンカップを勝利。対してヴィルシーナは重賞5連続2着という記録を達成したのでした。しかしヴィルシーナは翌年ビクトリアマイルで念願の G1 を勝利し、さらに5歳児にも勝利して連覇を達成したのでした。
名将怒涛。生まれた時代が悪かった馬3頭目は名将怒涛。丸飼いであった名将怒涛はクラシックを目指せず、3歳時に11戦4勝の成績でオープン入りし、4歳では初の G1 宝塚記念へ。これが因縁のライバルテイエムオペラ王との初対決でした。この年の名将怒涛は宝塚記念、天皇賞秋、ジャパンカップ有馬記念と G1 レースに4度出走しますが、結果は全て2着。全レースの勝ち馬はテイエムオペラ王です。年明け G2 日経賞を快勝した名将怒涛は天皇賞春に臨みますが、またしてもテイエムオペラ王の2着。これで G1 5戦連続でテイエムオペラ王の2着となりました。しかしこの5戦のうち3回はタイム差なしの2着。名将怒涛には G1 を勝つ能力があることは証明済みでしたが、相手は怪物でした。このわずかな差が永遠に超えられない差のように思われたのです。しかしそんな名将怒涛にもついに悲願達成の瞬間がやってきます。舞台は昨年テイエムオペラ王に初めて屈した宝塚記念。名将怒涛と鞍上の安田康彦騎手は積極的なレース運びで4コーナー手前で先頭に出ると、後方から強襲するテイエムオペラ王の追撃を1と4分の1馬身振り切り、初めてテイエムオペラ王に先着。そして念願の G1 タイトルを手にしたのです。ミレニアムに日本の競馬界に君臨したテイエムオペラ王と名将怒涛。名将怒涛の G1 勝利は宝塚記念のみ。しかしその一勝は非常に価値の重いものだったのです。番外編ナイスネイチャー。勝ち馬投票権が単勝、副勝、枠連、馬連しかなかった時代、3着をこよなく愛しブロンズコレクターと言われるようになったのがナイスネイチャーです。2戦目で勝ち上がり、3歳の夏に急成長を遂げたナイスネイチャーは重賞3勝を挙げ、暮れの有馬記念に出走します。結果は3着。そしてこの3着を皮切りにナイスネイチャーの前線ホース時代が始まりました。休養を挟んで復帰した4歳児は4戦して3着、4着、3着。そして2回目の有馬記念はメジロパーマーの3着。5歳児も年明けから2着、3着、2着、3着。その後 G1 2戦で大敗するも、3回目の有馬記念では東海帝王の3着。有馬記念3年連続3着の記録を打ち立てたのでした。その前線ぶりから名バイプレイヤーとしての人気を集め、多くのファンから非常に愛される存在となっていました。7歳時に当時 G2 だった高松の宮杯で2年7ヶ月ぶりの勝利を挙げた時は G1 のような拍手に迎えられました。その後8歳まで現役を続け、6回目の有馬記念を目前に故障でターフを去ったナイスネイチャーですが、ブロンズコレクターとしての人気は未だに健在です。そしてナイスネイチャー引退から3年後、JRA はワイド馬券の販売を開始。ナイスネイチャーはそのキャンペーンキャラクターに起用され、ポスターに登場したのでした。デタリオ。勝倉が未勝利戦のみにもかかわらず、一勝馬史上最高額の賞金を獲得したエタリオは、2戦目で勝ち上がると3戦目の2歳500万したレースから3戦連続で2着。その後、重賞初挑戦の青馬賞も2着。しかし、ダービーの出走権を取り付けてダービーでは4着と好走します。その後秋初戦、ミルコデムーロ騎手とコンビを組んだ神戸新聞杯も2着。これにより菊花賞の出走権を手にしたエタリオは一勝馬の身でありながら G1 菊花賞に参戦。スローペースの中、向こう上面で5番手まで着順を上げ、直線入り口で先頭に立ちますが、インを強襲したフィエールマンにゴール前でかわされ花差の2着。能力を示したエタリオは翌年春の天皇賞を目標に日経賞で2着、1着1回、2着7回、主な勝ち倉、2歳未勝利戦。エタリオの現役生活は父ステイゴールドを彷彿とさせるものでした。ステイゴールドの没日の8日後に誕生したことからステイゴールドの生まれ変わりと称され、一生馬ながらに非常に人気の高い競走馬でした。